こんばんは。愛媛スマート TV のお時間です。今日は10月最終日、31日月曜日の放送です。宇和島クエストから、ライブ放送させていただいてます。お疲れ様です。はい、お願いします。今日もよろしくお願いいたします。はい、週が明けましたね。明けました、はい、週が明けました。月曜日です。はい、週末はどんな感じでしたか？週末はもう作業、はい、作業、インドアでパソコンと。そうですね、はい、ちょっといろんな勉強も今してるのがあって、はい、大変でした。うん、で大谷さんはまあいろいろと動いてますね。そうですね。Facebook 見ましたけど。はい。うん、何してたっけ？ない。もう記憶がもう。日曜日は、あ、そうか。土曜日は久しぶりに、はい、あのココイチに。ココイチ。はい、出勤。あ、じゃあこれをぜひ見てもらって。そう、細井さん来てくれるかなと思ったんですけど、うん、残念ながらそう見ることなく、見たかったんですけど、はいはい、これ、はい、朝店長に撮ってもらって、はい、多分あのフェイスブック投稿したら誰か来てくれるんじゃないか。いきなりこの写真がね、はい、出てたんで僕はちょっと手を加えたんですけどね。おいおい、下のところにですよ ね、大谷が現れた。ああ、なんかあれですね、ドラクエみたいな感じですね。ドラクエに戦う呪文。あの立ち姿が完全にモンスターが出現した感じだったんで、インスパイアされてしまいまして、カレーかけられるやつ、しゃって、うん、熱いカレーかけられる、熱いのね。うん、大谷がカレーをかけたみたいな。で結局これ勤務したってことですか、お昼時は。そうです、はいはい、あの一瞬厨房にも入りまして、まあ、っていうのもあのみんな やらなきゃいけない作業があったんですけど、うん、まあ、僕ちょっと手持ち無沙汰だったんで、うん、お客さん入ってきて何枚か伝票溜まって、1人しかいなかったんで厨房に、うん、あ、じゃあちょっとやってみようと思ってやったんですけど、やってみたけど、はいはいはい、もうだいぶ忘れてる、ね、もう忘れてるもん、何もテンパる、もう目の前の1枚、大体ですね、あの枚数重なると4枚か5枚ぐらい先まで見ながら物の準備するんですよ。うんうん、そうね、これに一極集中なんで、もう鍋2個ぐらいしか、マルチタスクできない、ね、7個ぐらいコンロあるんですけど2個ずつしかできないみたいな。それはやっぱり連動がいりますよね。そうです、まあ、で、まあ、多分1週間ぐらい一生懸命やればすぐ戻ると思うんですけど、はい、なんですけどやっぱり初日、昔はできたんですね、そういうことが。当たり前ですよ。そう、いや、よくね、他の、ね、飲食店の餃子の王将とかでもすごい人が来るお店とかはもうそんな感じでやってるみたいな。そう見たことあるけど、そうです、洗い場と厨房も、もう兼務で、はい、もうちょっと沸かして沸くまでの間に3枚お皿洗って帰ってくるみたいな、うんうんうん、そんな感じ。それはちょっと年取ったらちょっときついですね。あの短期記憶っていうのは、はい、もう忘れますからね。忘れる、うん、本当にきつかったです、うん、はい、きつかった。まあまあでもとりあえずあの店長からは、はい、あのよかったと、はい、ありがとうございましたって言ってもらえたんで。そりゃね、二度と来んなとは言わないでしょうけど。はい、まあ、でも楽しそうじゃ楽しそう。そうですね、まあ、あの楽しもうと思ってやりましたね、うん、はい、せっかくやるんだから、僕が行ってもやらせてもらえるんですか、それは。え、細井さんが店内に入るってことですか。服がないか、入るやつが。あります。はい、いや、人手不足って聞いてたから。ああ、全然、あの時給1000円でお願いします。はい、もう時給はいらないし。責任が生まれるからですか、そこに。いやいやいや、そういう意味じゃないけど。うん、ぜひぜひ手伝ってもらえるんだったら。レジと注文機器ぐらいですよね。僕食べに行くけど大丈夫ですか。それで練習します。はい、ありがとうございます。はい、はい、他は何かされたんです？あ、そうですね、日曜日は、うん、あ、そうですね、この後のあの議題も。ああ、そっかそっか。はい、日曜日。今日は山に行ってるんですね。あ、今日はあの朝からダンバタですね。ダンバタ。のダンバタでイノシシがすっごい出るんですよ。なるほどね。で、せっかく深くに耕した畑がもう掘り起こされてしまって、うん、ぐちゃぐちゃになってる状態。うん、殺すはいかんです。いや、殺すも何も知らない間に来てやってますから、うん、はい、夜中殺しに行かなきゃいけないですよね。そうそう、もう殺すつもりでトラップを仕掛けるとか。
うわそしたらね食にも使えるし一石二鳥かなと思うけど、はいまあ、なのでやっぱりいかんのでしょうねそういうわかんないまああの駆除はあれですよ駆除はしていいんでしょうけど、あの、免許持ってれば、はい、あの銃ないしその、うん、一応 こっちも罠、罠、足バシって引っ掛けるやつも一応許可がいるんですよ。資格がいるんですよ。ネットみたいなんじゃダメでしょ。いや、いけるんじゃないかな。突撃されたら、うわーって。いや、むしろそんなバカじゃないですよ。そんなちょっと猛進って言うぐらいなの。バカじゃないですよ。はいはいまあ、今日とりあえずあのイノシシが来るっていうことで、ネットをしっかり、あの今、ネットやってるんですけど、うんこうまあ、小瀬さん言われたように、うん、こうキュッてこう入ると、うん、これがペラッて開いて、うん、その中から入れるみたいな感じになってるんでそれをちゃんとしようっていうことで、うんはい、今日や対策したもう食いすら持っていかれるんじゃないですかそのネットかけるいやそんな勢いで来ないんです来ないんですかそれはあその程度はい、うん、こういう感じですよこれでこうネットの下をこうってやってこうやって入っていくみたいなそういう、はいはいはい、なのでなので、うん、まあ一回暗視カメラでも置いてみたら面白いでしょ、はい、そう GoPro かなんか置いてそうそう僕もそう思ったんですけどね、うん、盗難に遭うかもしれないとか言ってやめましたまた違う警戒しないといけない、はい、そうそうそう、はい、ということで今日はまあそのイノシシ対策のネット設備をやってきました。分かりました。はい、はいはい、じゃあ早速スライドいきましょうかね。はい、うんまあ、近況は今までの、ね、言った通りですけれども、はい上からいきましょう、はいアイダイプロジェクト輪島アイダイプロジェクト、はいはい、これちょくちょく大谷さん言われてますけど、はい、実際のところどう何してんのっていうところをね、はい、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、なんかページがあったんですか。ページが一応なんかありましたね。プレゼン的なものがね、はいはい、何してんだろう。もともとは宇和島市と、はいまあ、教育関係宇和島市 の、うん、そのと愛大の愛媛大学ですね愛媛大学の教育学部の間で始まったプロジェクトで、はいまあ、去年もやってるんですよ、うん、で今年もやってて中身が何かっていうと、まあ、主権者教育なんですけど、主権者、主権者、あの自分がその主権者であるっていうことを理解してもらえるようにするための教育、うんうん、権利を持っている、権利を持っていることの主権者ですね。そうですそうです。その町、結局町づくりとか町をどうしていくかっていうのはもうある意味こう若い世代の君たちにかかってるんですよという、うんうんうん、ね。はい、そういう主権、うん、そういう意味で主権者っていう、うん、我が事と思ってそう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 いうことですかね。そういうことです、うん、のために、彼らにまだ届けられてない情報が学校の中ではたくさんあって、うん、地域のことですよね。だから、うん、そういうものを届けていくっていうのが、うん、あのまず宇和島市の思いですよね、うん、それが中学校中学生と高校生、うん、まあ10人ぐらいですかね。中学生も入ってる。中学生も入ってますね、はい、小学生は入ってないですけど中学生と高校生がミックスで入ってますと、うんうん、でそこに愛大の教育学部、うん、これから先生になろうとしている子たちですよね、うん、が一緒に入って、うん、の宇和島市の産業、うん、歴史文化、うん、そういうものを、に精通する方講師の方を呼んで喋ってもらう、うん、もしくはフィールドワークって言って現場に出て行って、うん、実際その現場を見せてもらうっていうのを、うんまあ、教育って言っちゃったらなんかこう堅苦しいですけど、うん、もうちょっとこうなんていうのかな楽しみながら、うん、その町のことを勉強する、うん、理解するっていうプログラムですね、うんうんうん、はい。まあ僕ね、まあ、部外者的な、ねうん、客観的に見てまあ、必要だろうなって思うのはやっぱりその地域でやる以上はその歴史背景は最低限持ってた方がいいなって思いました。はい、はい、まあそれはねさっきやられてるって言われた。そうですね、なんか昨日日曜日昨日がそうだったんですけど、うんはい歴史文化のパターン、パターンじゃないな歴史文化のパートで、うんはい、だったんです。で
もともとは、柑橘、水産、ICT、歴史文化が、まあ、そういうカリキュラムの中にあって、あとは、全体のまとめをやったり発表をやったりみたいな全7回 の、 あのプログラムなんですけど、まあ、それの、水産と ICT が終わって歴史文化で最後に柑橘なんですけど、はい、昨日は歴史文化だったんです。で、宇和島市には、宇和島にはですね、伊達政宗直系 の、はいはい、あのご子息である第13代ご当主の、伊達、宗信さんが、今も、はい、今もご健在でいらっしゃるんですよ。でも、伊達宗信13代当主はもともと東京生まれで東京育ちで、丸井って書く丸井に入社して、そこで社員、普通にサラリーマンをやられてたみたいなんですけど、それで、まあ、お父様が亡くなられて、はい、亡くなられる前なのか亡くなられてからなのかわからないですけど、まあ、結局仕事を辞めるということになったらしくて、はい、でこちらに住まれてる今は、いや東京に住みながら、まあ、でも1ヶ月のうちに何1回か2回とか、なんかやることっていうか仕事があるんですか、当主としての、やっぱり町づくりにやっぱ関わっていきたい。今伊達、博物館の椅子やり替えてるが、この熊健吾さん事務所が、そのやり替えることになったんですけど、まあ、その熊健吾さんとこの事務所とこうどんなふうなその博物館にするかみたいなのをこう話したりするのの一員としてはいられてるっていうことみたいですね。でそのまあね歴史背景も必要だし、で最終的にもまあソリューションというか、やっぱりお金をね何らかの形で生まないと、やっぱり盛り上がりもないし、ね、持続もできないっていうところで、その ICT はもちろんですけどね、あとはやっぱ観光とか考えたら、そうですね、ね、まあ移住もまあもちろん大事でしょうけれども、やっぱりいずれにしてもその ICT 絡みのねなんか技術的なバックアップがないと、なかなか利益を出すとかね、そういう、サイクルを回すのも難しいかなとは思いますね。まあ、今現在一次産業悪いと言われながらも、なんだかんだやってる人はちゃんと生活できていくだけのお金は稼いでって、みかんにしても、はい、その養殖にしてもですね、だからまあ悪いと言いながらも十分というか、まあ、すっごいお金持ちにはなれないのかもしれないですけど、はい、昔みたいなことはないのかもしれないですけど、まあ、十分にこう暮らしていけるというか、はい、多少他のサラリーマンと比べたらちょっと余裕のある生活ができている農家さんの方がなんか多いような気がするので、まあ、でもそこのやにおいてやっぱすごい人手不足っていうのがすごくあって、なんか若い人が残ったり、あるいは一回ね修行で都会出てまた帰ってきてくれるとかね、なんかそういう土台を作らないというか、そういう意味でやっぱり一次産業に関しては宇和島市すごく大事なので、まあ、主権者教育の中であなたたちがこれから担っていく産業ですよっていうのを、まあ、感じてもらう、はい、教えるというよりは感じてもらうっていうことを重点においてやってる、いつまで続くプロジェクト、一応今回歴史文化まで終わったんで最後柑橘があるんですけど、それが11月13日にあって、今度12月の中旬に、その全体 の、 その学んだことをまとめる、あのパートがあるんですよ1日、でそれが終わって1月に発表、今度どこでちょっと発表会するかはまだ決まってないですけど、はい、発表する、まあ、また終わったらちょっとねどういう結論が出たとかね教えてもらったら、そうですね、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、それでは次に行っていいのかな、ハロウィン、ハロウィンね、あハロウィン今もうテレビつけたこればっかりなんで韓国、まあ一応触れとこうかなと思って、はい、はい、なんかありますかハロウィンが、いやちょっと僕ツイッターで映像を見たんですけど、はい、韓国の
いやー恐ろしいですね、うん、いやまあその前からもう本当にこう異常な状態の人がわさわさなるような状態になってたので、うんまあ、もうどう見てどっからどう見ても危ない状況だったと思うんですけど、うんうんそうですね、まあでもまさかこんな惨事になるとまでは。なんか有名なタレントさん亡くなったみたいですね。えそうなんですか、うん、おお24歳ぐらいの。えそうなんですか、うん、で日本人も2名かな。あ、うんまあ結構ねイテウォンなんで外国人も結構多かったんでしょう。でしょうね、うん、まあコロナがもう何のこっちゃみたいな感じでなってますね、うんうん、あれは完全にキャパオーバーでしたよね。そうですよね、はいはいはい、まあ、イテウォンとか結構細い道が多い場所っぽいので、うんはいうんうん、それ で, そ, うです、ねまあ、そんな風に人がこうわーってたかってしまって、はいうんうん、まあ日本も今日じゃねえや昨日とか、はい、そうですね、渋谷とか大阪南とか、うんはい、かなりの人が出てるみたいですね。僕も毎年ねあの例年東京にしょっちゅう行ってたんですけど、で何年5、6年前かな、もうハロウィンって言っても全然ほとんど反応なかったですけどね。うん、うん、ちょっと川崎の方とかなんかちっちゃいパレードやってるかなみたいな感じとか、まあ、渋谷にいてもたまたま店いたらなんか変な格好の人ちょっとパラパラ入ってくるみたいなその程度やったんですよ、はいはいはい、うん、今はすごいですよね。今はもう仕掛けられましたね、あれは、うん、お祭りになっちゃいましたね本当、うんうん、僕アイルランドに住んでたじゃないですか、うんうん、でアイルランドって、まあ、ハロウィンの発祥の地なんですけど、発祥の地になるのかな、うんうん、ですごい静かというかあんなのにはならないですよ、うん、街にもちろんあの変装してる人たちって出てくるのは出てくるけど、うんうん、あんな風にはならないですね、うん、で子供が基本的にはお家に回ってトリートそうトリックアトリート、うん、言ったらお菓子をあげなきゃいけないっていう、うんみたいですね、はい、いうのは僕らも知らなかったんで行くまで、うん、行って知ったんですけど、うん、はい、でお菓子をその前に買って準備しとかなきゃいけないとか、はい、そういうのを、まあ、そういう微笑ましい、うん、そう愛媛で言ったらイノコみたいな、ね、あ感じなのかもしれないけどね。あ、そうですね、あ、近いですよねイノコね、そういう近いですよ ね、 すね雰囲気的にね、うんうん、お菓子もらってくるっていうね、うん、それがなんかもうお祭り騒ぎになってるじゃないですかね、うん、そう、うん、いやちょっともうさすがにこの年になったりいけない、うん、なんかところにはい、はい、そうですね、はいはい、まあほどほどにしてほしいなとは若干思ってますけどね、はい、まあでも宇和島も結構あのやってたんですか、ハロウィンパーティー、いや街中でというよりはハロウィンパーティーやってるとこ結構いくつか聞きますよ、はいはいはい、うん、なんかまあバレンタインとかクリスマスと一緒で、まあ、商売チャンスみたいなとこもありますよね。ありますね、はいはいはい、では次ユタボンって知ってます、はい、ユタポンじゃないですか、ユタポンですかね、ユタボンですか、分からん、僕もちょっと分からないやつか、あったことないし、だいたいあのヤフーのニュースとか出てくる、うん、あの画像って多分今のユタボンじゃないでしょう、はい、分かんないですけど、そうですか、まあ中1ぐらいでしょ、あ、中1ぐらいなんですね、うん、はい、学校行ってないでしたっけ確か、そういうことです ね、 ね、で、まあ、ざっくりネットの評判を聞くと、親が悪いんじゃないかと、まあ、本人も批判されてましたけど、はい、まあ、攻撃的な動画を、ね、流したりするもんですからね、まあ、でも子供に罪はないだろうとね、あの小さささですから、やっぱ親が悪いんじゃないっていうのはよく見ますけどね、まあ、小学生の時からですよね、そう確かね、だから義務教育も生かさない、うん、行かなくていい、うん、でなんか車で、ね、そういうなんかこうトリートで、うん、旅行できるって言ってやったにもかかわらずお金がなくて今なんかクラウドファンディングやろうとしてるとか、クラウドファンディングをやったんですよ、あ、やったんですよね、うん、まあ、それが集まらなかったかな、集まったんですよ確か、うん、集めて一周しようんですけど、うん、足りなくなっちゃったっていう、はい、なるほど、詳しいですね僕結構そのクラファンやってる時から結構叩かれてたんで、うん、あの炎上してたというか、うん、だからなんかヤフーには出てきてたんで、うん、多分1回クリックするとずっと出てきますよね、うんうん、まあね、はい、まあ、ちなみに
そのインプレッションとしては好感を持ってます。いやまずいんじゃないかっていう感じですか。そうですね、そういう人がいても別にいいんじゃないかなと思う部分があるんですけど、まあとにかく誰かがその人に対してとやかく言う必要もないし、その子自体がやり、それをこうネタに一生懸命発信してる部分が多分あると思うんですけど、まあ、結局 YouTuber ですよね彼って、はい、で YouTube で一応こう収益多分取ってるんじゃないですか、多分、うん、そうだからね。そういう意味では、まあ、そんな発信をする必要ももしかしてないのかなとかって思ってしまいますね。まあまあこれは意見は割れるというか、まあ、どっちかというと、いかんだろうという意見が多いかなという、まあ、見てては思いますけど、まあ、確かにそういう考えもあるし、まあ、アンチっていう人が、まあ、応援してる人はいますからね、ちゃんとね。そうですね、心配がなんかこう心配してたのが増幅してアンチになってる感じがありますね。あ、そうなんですか。だから、まあ、中学義務教育出てなくてやっていけんのかみたいな心配がだんだんお前いつまでそんなやってんねみたいな感じに本人にしてみれば、もう本当ありがと迷惑な話なんでしょうね、きっとね。やりたいね。まあでも確かに小学校のもう低学年ぐらいからそんな感じなんで、まあそれは親がそこに関わってないことは絶対ないですから、まあちょっと今日最後のね、あのテーマにもひょっとしたらちょっとつながるかもしれません。宇和島のでちょっと大きい問題、大きい宇和島的にね、ああ大きい問題が、僕も今日はフェイスブック、はい、ということは知ってるということですね。そう、どうでしょうねこれね、時間もあれですけど、いや僕も朝ワイドショー見たんですよ。ワイドショーやってたんですか。やってますね、全国放送だから大問題ですよこれ。おただまあルールが決まってしまっているというところで、まあ昔からルールにないことをやってきていたという意味では、まあ、合わせないかんのかなとは思うけども、でもずっとやってきたのに今更っていう気持ちもまあ分かりますよね。そうなんですよ、あの何年前、昭和30年創業かなんかなので、もう何年ぐらいやってるんですか、60年ぐらいやってるんですか、な結局麦味噌って呼ばれてずっと来てて、ここ1年で大豆を使ったものじゃないと味噌って売っちゃいけないよって決まったのってここ1年ぐらいなんでしょ。で結局今日ちょっとあのアベマ TV かな、にも出てて出演されててちょっと見たんですけど、結局あの国がまさか大豆使わないで味噌を作ってる人がいると思ってなかった。で制定してしまった後にそんなことがあるっていうのがあったけど、もう一旦制定してしまったから、まあ、そういうことあるじゃないですかさ、全国の知識をね、いちいち頭に入れて制定してるわけじゃないんだから、イレギュラーなことはあるでしょうよ。そう、それね、そう、でもまあ、そこはでもその人たちにしてみれば生活がかかってるし、いわゆる伝統文化なわけじゃないですか、それをなんかもう制定しちゃったから、もう俺たちに従えみたいなのは、それはちょっとね、違うな、もうちょっとこう柔軟にしてほしいなっていうのは、まあこれ問題になったから多分なりますよ。だってもうほとんど味噌でしょ、見た目とかいうか味とか。なんかまあその豆使ってないっていうのはね、そうそうそう、まあ決定的なその違いなんでしょうけどね。麦味噌風発酵調味料って書くのはいいらしいです。ああ、そう、誰が買うねんみたいな。でも麦味噌なんですけど、ややこしい、麦味噌風ってなんやねんっていうのを健康場が突っ込んでました。いいじゃない、カリフォルニアロールでも寿司って言ってんやろもうええじゃないですよね。そうですよね、まあ、これはもう問題になったから多分国が折れると思います、僕の予想では。でもそこまでちゃんと持ってったっていうのはやっぱり飯さんすごいなと思って。飯さん、僕直接はあんまり実はつながりないんですけど、
昔ココイチやってる時に、うん、味噌を持ってきてくれたんですよ、ココイチに。なんかコラボできないかっていうので、まあ、そのお付き合いはちょっとあって、あ、まあ、結局麦味噌使った商品は出してないんですけど、うん、出せてないんですけど、いやもうこれはもう通るようにしましょう、うん、俺はね。だってもう取ってつけたわけじゃないんで、もう伝統ですからね、うんうん、はい、もうこれは絶対もう、はい、国が折れなさい、折れなさい岸田岸田いらんことばっかりです。河野太郎さんなんでしょ最後は。そうか、そうか、うん、あいつもでもあの日和るから世の中にね、うん、人気取ろうとするからね、まあ、確かにね、これそのまま放置はダメですよね、はい、これはダメです、はい、河野太郎ね、はいはい、はい、もう時間もちょっと押してるんで、はい、はい、ダブル選挙が近づいています、はい、っていうことですが、別に盛り上がってないです。あまり聞こえてこないですね、はい、ちょっと前特集したんでね、ちょっとだけ触れておこうかなと思って、うん、まあ、あの言った通りになりそうやなっていう、はい、うん、まあ、市長がなんかもうその対抗も出ないと、うん、無投票なんじゃないかみたいな。市長、市長がね。あ、そうなんですか、うん、まあ、そういうあれでもなんかちょっと中村知事とちょっと離れてきてるんじゃないかって。いや、もうおっしゃる通りで、なんかね、僕、まあ、大きい声では言えませんけどね、なんか全然意思疎通ができんみたいな話を聞きますけど、ね、そんな状況になっちゃってるにもかかわらず、ダブル選挙でそのまま行っちゃうんじゃないかっていう、うん、ね、その副市長の件もあるし、はいはい、でその言っていいんかな、その新しい副市長の話もあるみたいですよね、うん、中村さんの意向みたいなのがあってね、あ、うん、まあ、そこはクリアできてるからいいんでしょうけど、まあ、なんかギクシャクしてるし、うん、どうなんでしょうかね、はい、もうちょっとこれ以上言えんか石田とか言ってるのにいやいやいや、近いから来られたら困るから近いから、近いからね、うん、確かに、うん、そうそう、はい、はい、うん、まあ、もうすぐ選挙なんでね、はい、まあ、いろいろわかるでしょう、はい、はい、でオリックス優勝と、はい、おめでとうございます。ああ、すごかったです ね、いや、もうこれヤクルト行くかなって思いましたよね、まさかの、え、4連勝になるのかな、4連勝ですよ、最後、はい、2敗した後も4連勝、うん、はい、まあ、先週の時点ではね、もうヤクルトの勢いがすげえなという、そう、ね、内山君とかね、うん、活躍で。うまく収めましたね、うん、まあまあまあ、ヤクルトファンとしては残念ですけど、うん、まあ、野球ファンとしてはすごい良かったですよね、内容がね、面白かったんですよね、うんうん、すごい接戦、もう最後の試合も僕一方的になるかなと思ったけど、もう接戦1点差ですからね、1点差でしたね、はい、うん、いや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 、お疲れ様でした。オリックスが勝つと何ですか、なんかあるんですか、分からない、レンタカーはできるんですか借りやすくなるんですか、ね、レンタカーだけじゃないですか、ね、あるでしょう、ね、ね、保険とかもあるから、なんか、うん、でもデパートで安売りとかはないですねだからね、そうがないんかみたいなんですよね、そうか、はい、うん、でもオリックスは本当何十年ぶりですよ、二十何年ぶりだと思います、ね、うん、まあ、でもいい選手いますから、阪急、はい、近鉄、はい、アリ、そうですよね、全然優勝する気配なかったですよね、あの頃はね、あの頃ね、イチローはいたね、うん、あ、そうか、そうですね、神戸グリーンスタジアムが新しくてこう、うん、なんかこうフレッシュな印象はあったんですけど、うん、確かに、うん、強いという印象はもうずっとなかったですからね、うん、ここ最近強いですね、うん、そうですね、え、2年連続優勝ですか、リーグ優勝でしょうね、ですかね、うん、で初めての、初めてじゃないでしょうけど、うん、あ、でもオリックスになってから、あ、どうなの、まあ、もうだいぶなりますけど ね、イチローいましたからね、あ、うん、もう20年ぐらい、シリーズ初優勝ではないですか、初、ちょっと、いや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 、二十何年ぶりじゃないですか、ね、そうなんですかね、はい、オリックスだったかどうかはちょっと僕も定かでないんですけど、はい、まあ、おめでとうございます、そうですね、はい、はい、お願いします、はい、時間もないですが、特集をさらっとじゃあやりましょうかね、はい、はい、まあ、テーマ的には高校生、はい、の今後というテーマで話したいなと思って、さっきユタポンかユタボンの話もありましたけど